鳥取県議会の9月定例会がきょう開会しました。提出された議案は、東京都知事選で公営のポスター掲示板に選挙とは関係のないポスターが貼られた問題などを受け、適正な選挙の執行を目指す鳥取県独自の条例案などです。本件において公明かつ適正な選挙が確保されることに資するよう、公職選挙法の解釈運用を徹底するとともに、そのための選挙管理委員会の権限を円滑に行使できるようにしようとするものであります。またおよそ33億円の補正予算案には、産業雇用の支援事業におよそ11億円、国際定期便の拡大に向けた対策強化に6500万円などが盛り込まれています。鳥取県議会は来月10日まで開かれる予定です。